1999年最高裁判所裁判官国民審査は1949年1月23日に第24回衆議院議員総選挙とともに執行された最高裁判所裁判官国民審査。初めて実施された最高裁裁判官国民審査である。14人の最高裁判所裁判官に対して国民審査が行われ全員罷免しないとされた。 投票率は74.04%であった。14人の裁判官が国民審査の対象となったのは、歴代で最も審査対象者が多い国民審査である。全国選挙管理委員会は、都道府県選挙管理委員会に、選挙と審査投票用紙を同時に交付し、投票管理者、投票率会人は、有権者が必ず審査投票を行う。 要監視すると通知しており、第24回衆議院議員総選挙と同時に実施された国民審査では国民審査のみを棄権することは認められていなかった。裁判官6名、弁護士4名、行政官2名、検察官1名、法学者1名。弁護士出身の野の一は、チは1948年6月26日、国民審査を経ずに違反面間。 沢田武次郎の秘免化率4.00%は歴代最低である。ありがとうございます。